皆さん、こんにちは。亀梨和也さんと田中みな実さんの結婚報道が取り沙汰され、衝撃が走った大晦日でした。しかし、正式な発表ではなく、その報道はガセではないのかと、ファンからは願われていましたが、日付を超えた2024年1月1日午前7時頃に、事務所からのコメントが発表され、この婚約報道がガセではないことが発覚。そこで今回は、亀梨和也さんと田中みな実さんの結婚について調査しましたのでご紹介します。最後までぜひご視聴ください。事の発端は大晦日にフライデーが報じた男性アイドルと元局アナが元日婚へ、ベテラン芸能レポーターが掴んだ超ド級の熱愛結婚情報という記事が始まりでした。記事には人気男性アイドルグループの X さんが電撃結婚するという話が飛び込んできた。結婚の意思が決まっているのは本当です。ビッグカップルになります、とは情報提供者。しかもお相手は X さんとは一度も噂になったことがないブレイクしている元局アナの Y さんだ。2人の関係にかなり入り込んでいる前室の情報提供者は、両家でも話し合いが持たれているし、女性の方がお子さんを強く欲しがっている、二人は同じ年齢ですし、まさに結婚適齢期です。と、言い切る。この二人がお正月に結婚を発表することになったら、年始から芸能界は大騒ぎだ。きっかけは雑誌での対談がきっかけ。まだ、交際がスタートして数ヶ月しか経っていませんが、二人の間は燃え上がっていますよ。同情報提供者、X さんは過去のインタビューで、人って、お付き合いして時間が経過して見えてくるものがあるじゃん。最初から 100% 見えてお付き合いすることって逆にありますか？お付き合いして時間を重ね相性とかでいろいろ変化していくじゃない。と話したことも、勢い重視の恋愛観なのは間違いないだろう。過去には大物女優との熱愛が報じられたこともある X さん。とにかく芸能界では有名なモテ男だ。そんな彼のハートを射止めた Y さんもモテモテ。過去に有名人と長く付き合っていたが、結婚に至ることはなかった。X さんの恋愛遍歴を見ていると、共通しているのが、鎖骨美人、ということ。お相手の Y さんもやっぱり、鎖骨美人だ。X さんは来年、連続ドラマへの出演が決定している。事務所はごたごたしているが、仕事面は問題なさそう。この結婚が、彼の人気をさらに後押しするかもしれない。24年1月1日は、一粒万倍日と天赦日と天音日が重なる、という、超大開運日。物事の発展を象徴する記念日だ。ビッグカップルの門出としては、最高の日になりそうだ。このように報じられ、記事自体は匿名で書かれてあり、誰だかわからない状態でしたが、記事が公開されてすぐに、ファンと見られる。複数の人物たちが特定。それがなぜ特定できたのか、それは記事中にいくつも散りばめられたヒントから正解に導かれたようです。まずは2人の共通点と馴れ初め、そして過去の発言などを見ていきます。亀梨和也さんと田中みな実さんは同じ年齢で、どちらも37歳です。馴れ初めは雑誌「マキア」の2023年11月号での対談がきっかけだとされています。この対談後、2人は親しくなり、その後の交際がスタートしたようです。両名とも2024年1月1日現在で37歳で、田中みな実さんは子供を強く望んでいるとのこと。亀梨和也さんの恋愛観は、ふとした時に、ハンカチやティッシュを差し出してくれる女性に、ぐっとくると番組で語っていました。気が利く女性に惹かれるようで、年齢や立場に関係なく、自分の好きになった人がタイプです。さらに亀梨和也さんの結婚観については、将来的には結婚を望んでおり、好きな人と子供を作りたいという願望を持っています。家事に関してはお互いにできる方がやればいいという考えで料理をすることもあるようです。また出会って次の日結婚もありうるとのこと。田中みな実さんとの交際3ヶ月でのスピード婚の可能性もゼロではありません。また過去の発言で、人ってお付き合いして時間が経過して見えてくるものがあるじゃん。最初から 100% 見えてお付き合いすることって逆にありますか？お付き合いして
時間を重ね相性とかでいろいろ変化していくじゃない、と語っており、これも報道された内容と合致しました。一方、田中みな実さんの恋愛観に関しては、素直に自分の感情を表現するタイプだそうです。好きな人にはストレートに好きと伝えます。相手からのアプローチを待つよりも自分から積極的に行動することを大切にしているようです。また恋愛では尽くす一面もあるそうで、以前は恋人が帰ってくるのを深夜まで待つようなこともしていたといいます。しかし田中みな実さん自身、そのような行動が重すぎると感じているとのことです。恋愛が始まると自分がどう変わるか予想がつかないとも述べています。さらに田中みな実さんの結婚観に関しては、以前は今すぐにでも結婚したいという強い願望を持っていました。結婚相手に対する条件も20代の頃はいろいろとあったようですが、現在は相手の収入などにはそこまでこだわらなくなったと語っています。ただ子供を産むことを考えると、顔立ちが良い人がいいと話しています。喧嘩しても怒ってもかっこいいと思える相手、寝顔がかっこいいことを重要視しているようです。亀梨和也さんなら条件にバッチリ当てはまりますね。田中みな実さんといえばお笑いコンビオリエンタルラジオ藤森慎吾さんとの交際が有名です。2人は3年半付き合ったものの、2015年に破局してます。この破局は田中みな実さんも相当つらかったようです。2021年10月12日放送のグータンヌーボにで、藤森慎吾さんとの破局についてこのように語っていました。辛かった、立ち直るのに2年かかった、すごい前の話すぎて忘れちゃったけどもはや、と当時を振り返り話していました。こういったお二人ですが、今回の週刊誌の報道から共通点を照らし合わせていきます。お相手は X さんとは一度も噂になったことがないブレイクしている元局アナの Y さん。二人は同じ年齢です。きっかけは雑誌での対談がきっかけ。 X さんは過去のインタビューで、人ってお付き合いして時間が経過して見えてくるものがあるじゃん、最初から 100% 見えてお付き合いすることって逆にありますか、お付き合いして時間を重ね相性とかでいろいろ変化していくじゃない、 X さんは来年連続ドラマへの出演が決定している、事務所はごたごたしているが仕事面は問題なさそう、これらの内容が亀梨さんと田中みな実さんがぴったりと当てはまったことで、確定的に2人が交際しているのではないかと言われていたのでした。しかし報道されたタイミングでは公式なものではなかったことと、日付が変わったもの何も報道されなかったことでデマではないかと疑われていました。しかし午前4時に状況は一変、真剣交際していることが報じられました。亀梨さんの所属事務所スマイルアップは取材に対し、お仕事をご一緒して以来仲良くさせていただいておりますとコメントしました。ただ関係者によると、31日に一部で2人の元日婚が報じられた内容は事実ですが、年明け早々のゴールインはないとのことです。ただ結婚を前提に付き合っており、早ければ年内には結婚する見通しということで、2人の生活は始まっているようです。春のドラマでは共演することが決まっている2人、ファンからは悲鳴のような声が上がっており、旧ジャニ事務所はすぐ認めすぎじゃね、もうどうでもいいって感じだな、恋愛とか正月にこんな聞きたくなかったと悲しみに暮れている方がほとんど。また田中みな実さんは結婚願望があれど結婚に対してのマイナス印象も地上波で語っており、お風呂上がり全裸でクリーム塗れない、保湿で顔テカテカにして寝れない、3食作るとか絶対無理、1日中寝とふり見たい、レギンス生活したい、旦那の教育だるい、子育て自信ないと語っており、田中みな実の気持ち痛いほどわかるといった売れ残った女たちから共感の嵐が巻き起こっており、そういった層の支持もあっただけに、売れ残った女たちからしても青天の霹靂、一番の味方だと思っていた美女がトップアイドルとの結婚前提の交際をしているとあって、そういった売れ残った女たちからも非難される、まさに新年早々地獄絵図となっています。この結婚が決まれば間違いなく2024年でもトップの見出しにもなる結婚になるかと思われます。
早ければ年内結婚と言われていますが、二人のこれからをファンと名乗るのであれば、優しく見守るのがファンなのではないでしょうか。これからの二人の動向に注視していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。